ルナーリコネサンスオービターが撮影したアルプス山脈アルプス山脈は月の表側にある山脈であり月の北部に位置する1647年にポーランドの天文学者ヨハネス・ヘベリウスがヨーロッパ中央部を東西に横切る山脈アルプス山脈にちなんで命名したアルプス山脈はカッシーニの北西約 50km に位置するアガシ岬ミサキから 北西方向へと連なる複数の山岳の総称であり、プラトンの周壁東部まで続いている。全長は約2 8 1トル、標高は1 8トルから2 4トル。アルプス山脈の北西の端には、プラトン峡谷と呼ばれる深い谷が走っている。アルプス山脈は、雨の海の北東の沿岸に位置し、アルプス山脈の西方には広大で月の海が、 広がっている。アルプス山脈の東部は高いアルベドを持った地形で形成されている。アルプス山脈の北西の端から 90km ほど南東へ進んだ地域にはアルプス峡谷と呼ばれる深い谷が走っており、アルプス山脈を北西部分と南東部分に分離している。アルプス峡谷はアルプス山脈から北北東方向に伸びており、 裂け目はアルプス山脈の北方に広がる氷の海にまで達している。アルプス峡谷の全長は約1 8 0トル最大幅は2 0トルに達する。アルプス峡谷のすぐ東、アルプス山脈の北東部分にはトルーベロが位置している。アルプス山脈の南東の端から9 0トルほど北西へ進んだ地点にはブラン山が位置しており、 アルプス山脈の最高峰としてそびえている。ブラン山とアガシミサキとの間にはドビルミサキが位置しており、アガシミサキの南西の雨の海の洋上には高さ約2 3トルのピトン山が位置している。モンテスは地球以外の山脈や山地を表すための設置で、元はラテン語である。モンテスアルプのように頭につく場合もあれば、 金星のマックスウェル・モンテスのように後ろにつく場合もある。ありがとうございます。